はい、どうもこんばんは、さつのです。今回はコリドラス水槽ですね。こないだですね、にらみくんの婚礼用にタイガープレコ買ったんですよ。で、見事婚礼孵化だったんで、コリドラス水槽に仲間入りさせたんですね。まあ、タイガープレコ自体はね、3センチぐらいの小物だったんで、まあ親にらみと婚礼させるにはまだちょっとサイズ感がね、足らなかったかなっていう感じなんですけど、まあこん中入れたんですわ。そしたらね、ちょっと餌の時見てほしいんですが、ちょっと餌あげてみますね。ちなみに餌はテトラプランクトンとポリタブあげてます。プランクトンはね、エビ用です。エビ用にプランクトンをあげて、コリタブはまあコリ用なんですけど、まあ餌が降ってくるとね、来ましたね。来ました。餌を入れるとなぜかね、普段は全く出てこないんですよ。そう、普段は全く関心ないくせに、餌がね出てくるとこう一気にね、一気に出てきまして、で特にね別に何するわけでもないんですけど、追いかけ回すわけではないんですが、餌に対しての執着がすごいんですよね。暴れ回ってますよ、結構。大丈夫かなっていうところはあるんですけどね。まあ餌の時以外はまあおとなしくしてるんで、まあこんな時もあるのかななんて思ってね見てますけどね。でもちょっとだいぶ荒ぶってますよね。こんなですか。コリドラスとプレコを混合させるとこんな感じになるんですかね。縄張り意識が強い子なのか、いやでも餌の時以外はおとなしいんだよな。どうなんですかね。まあでもね、餌の時以外はね、おとなしいことこの上ないんで、餌の時ぐらいはね、活発にこうやって泳いでる姿が見れていいかななんて思いますけどね。まあここ最近ずっとこんな感じなんで、まあコリドラス自体に傷とか怪我とかしてないかなって結構観察してるんですけど、別にね、なんか怪我することもなく生きてるんで、まあこれもこれで日常の中の一つとしてね、楽しんでいこうかななんて思ってます。やっぱね、面白いですよ。餌の時間になると急に出てくるんで、どこにいるんだか分かんないのに普段。で、この突っ込んでくるのにもかかわらず、コリたちのこのなんか無関心さ、すごい見てて面白いですよね。超一匹荒ぶってんのに無関心っていうね。そう、むっちゃ荒ぶってんのに他の子たちみんな無関心ですからね。面白いですね、生態はね。すごいちっちゃいのにね、立ち向かっていってますからね、彼にね。
まあ、このエビたちもね結構立ち向かっていくんですけどね、てかエビがねすごいんですよ、また相変わらずね、エビパラダイスですね。あそことかすごい溜まってますね。いすぎいすぎ気持ち悪い気持ち悪い、うん、まあもう外敵がねいないから、ワン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 やんやかやんやか増えてますね。まあ今回はこんなところです。タイガーブレコが慣れたら慣れたでね、ちょっと本性を出してきたっていう動画でしたね。これからもねちょっと本性を暴いていこうかなと思います。伺ってますよまあこう見ると可愛いですね、うん、はい、じゃあまあ今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。あね、ココナッツドーム大好きみたいですね、うん、はい、ではまた。